ビオリンウェブマガジセネ<ス>マティー e r 004世界各国の映画を見ることができる渋谷のミニシアター1プロローグ大都市で暮らす最大のメリットは小劇場とミニシアターがあることだと思っています 多種多様な人々が生活しているからこそ、経済効果性の悪い小劇場やミニシアターでも存在できるのです。渋谷という街は実に様々な魅力を持っていますが、その一つはミニシアターが充実していることでしょう。ミニシアターとは、大手映画配給会社の傘下にない、独立して運営されている店員200以下の小さな映画館のことです。 シネコンが定員200人かける15スクリーンを標準とし始めたことにより、最近はミニシアターという分類は意味がないという考え方もあるようですが、渋谷に関して言えばキャパシティの問題とは別に、スタイルとしてのミニシアターは現在も存在しています。シネコンの大スクリーンプラス大音量のサウンドで鑑賞するのと、 自宅でテレビや PC で見るのとも異なり、ミニシアターには独特な空気が流れています。箱ごとの作品のセレクションはもちろん、そこに集まっている人々のこだわりにもとても興味深いものがあります。2、アップリンク。アップリンクは今流行りの奥渋に2006年に移転オープンした、とてもこだわりの強い多目的施設です。 三つの小さなスクリーンのほか、ギャラリー、マーケットのほか、一階にはタベラという多国籍料理のカフェ、レストランも併設されています。一階にはタベラという多国籍料理のカフェ、レストランも併設しています。映画だけではなく、トークショーやライブ、パフォーマンス、ワークショップなども開催され、アップリンクが運営している WebDice は、 カルチャー系のポータルサイトとして根強い人気を博しています。僕にとって特に思い出深かったのは2013年にハーフというハーフについてのドキュメンタリー映画をここで見たことでした。そこから僕は SNS を通して日本と世界にいるハーフとより関わりを持つようになりました。三ユーロスペースクラブとラブホの街丸山町にある キノハウスはとてもユニークな施設です。3階にはミニシアター、ユーロスペースのスクリーン。2階にはライブハウス、ユーロライブ。地下1階から2階までの3フロアには映画美学校が入っています。ユーロスペースは映像の制作、配給も手掛けています。アッバス・キャーロスタミやアーキブ・カオリウス・マキ、フランソワ・オゾンといった個性的な映画監督の作品を 配給したり、ウェン・ワン、ジャンピエール・リモザン、レオス・カラックス、黒沢清志、潮田・秋彦など、エキセントリックな監督の作品を制作しています。4. シアター・イメージ・フォーラム。青山学院大学の近くにあるイメージ・フォーラムは、とても渋谷らしいミニシアターと言えるでしょう。劇場としては2つのスクリーンを持つほか、 映像作家の育成、実験映画の制作、配給なども行っています。幾知奈美、棚田幸、岩田幸など、近年人気の女性映像作家も、イメージフォーラム映像研究所の修了者です。5. ルシネマ。ルシネマは、東急文化村にあるニスクリーンのミニシアターです。 会館当初はフランスを中心としたヨーロッパ映画に力を入れていましたが、近年は作家性や個性のあるアジアやアメリカの作品も上映しています。この劇場のもう一つの特徴は大きめのパンフレット、プログラムです。質のいい紙、美しい印刷、それにシナリオも掲載されています。6エピローグ渋谷の東急本店の前で ラクロスの棒をバックパックに刺し、有名大学の名前の入ったスウェットを着たスマホ歩きをしている大学生が、ビッグ・ブラザーにぶつかりました。彼は誤りもせず、消灯の住宅街へ消えていきました。今年、2018年は、明治維新から150年となる年なんだよね。日本人はこの150年間、欧米へ追いつき、追い越すために、 本当に努力をし続けてきたと思うんだ。その結果、経済的、物質的には、欧米に追いついたのかもしれない。でも、日本人はそれで本当に幸福になれたのだろうか。と、ビッグ・ブラザーは話し始めた。僕とビッグ・ブラザーは、文化村の横を通っていた。ヨーロッパには、ノブレス・オブリージュという概念があるんだ。身分の高いものや、財産を持っている者は、 それにふさわしい義務を負うという考え方だよ。アメリカにおいてはチャリティーという概念がある。止める者は貧しい人に施しをしなくてはならないという考え方だよね。日本においても江戸時代までは儒教や武士道の一部として似たような観念があったんだとベッグ・バードは熱く語り続ける。しかし今の日本人は 個人主義と背金主義という宗教に取り憑かれているのではないだろうか。政治や politician は自身が選挙で当選することと不倫にしか興味がなく、高級官僚は出世とセクハラにしか関心がない。医者や弁護士は儲けのことしか考えていない。こうなってしまったのは日本では専門家、スペシャリストばかりを問うとび、インテリ、ジェネラリストを過小評価してきたからなのだろう。 二人はアップリンクの前を通り過ぎ、暗渠になっている宇田川の遊歩道を歩き続ける。欧米におけるエリートは、リベラルアーツ、教養の重要性を信じている。学問的な知識だけではなく、文化、芸術への関心やスポーツの能力についても、その人物の人格の一部と考えている。当たり前のことだが、学校の成績や大学の偏差値、 会社の規模や収入の工程によって人間は幸福になるものではない。しかし今の日本人はこの常識さえ失ってしまっているんだ。僕とベ i g b r o t は NHK の西口の前を歩き続けた。人間を幸福にするものは家族や友人との関わりなんだよ。興味や教養に基づいた会話や食事が人を幸せな気持ちにさせる。そんな会話をするには 読書をしたり、映画を見たり、音楽を聴いたり、芸術に触れたり、旅に出たり、スポーツをしなくてはならない。今の日本人には残念ながらスマホのための時間とお金はあるのに、教養のためのそれを持ち合わせていないんだ。二人は遊戯公園の下の交番のある交差点に出て、信号を待っている。五人のサラリーマンが全員スマホを熱心にいじっている。 週に一度でいいからビジネスマンもミニシアターに行って世界各国の映画を見てほしいよ。一年で50本、5年で250本の映画を見れば人生の意味がわかるはずなんだが、さもなければ一年間文化村で触れることのできるコンテンツをすべて体験してもらいたい。展覧会もクラシックコンサートも演劇もバレエもそして映画も。そうすれば 芸術とは何かが少し分かるはずだよ寺山修司に習えばスマホを捨てよ文化村へ行こうである僕とビッグバッドは事務所に着いた世界各国の映画を見ることができる渋谷のミニシアター www.digtokyo.jp